はい、待ってます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。まあ俺の男っていうその魅力が出たんじゃないかなっていう、やっぱあの真面目に答えるのもやっぱ男なんじゃないかなって思うんすよね。無理してません？無理してないですよ。だって男の中の男ですから常に男の中の男ですから僕は。ほ、ええ、手元になんか見えますけど、黄色いタイル的な。バレちゃいました。ずっと隠してたんですけど。何ですか？書道を書いたんです。おで今見てたんですけど、どれもかっこいいんですよ。松葉丼ちった、うん、あのどれもかっこいいよ本当に。どの男っていう字もやっぱ俺の字が出てる。つなんかわかります、俺の言ってること。俺の男の、あ、わかんないですか。ちょっとわかんない。じゃあちょっとね、ほら上手でしょ。なんか凛としてる感じ、この男は。なるほど。俺の凛としているところの俺を出した男がこの男っていうやつで、これが一文字になってますね。そう、さらに凛とした男俺っていうのを出した。なんかこういう風に見えんじゃねえかみたいな感じなんだけど、ちょっとなんかよくわかんない。わかるよね。でやっぱどうしてもやっぱこう男の中でもギュッて行きたい時あるじゃないですか。そういう時はこれ、もうこれだなと。なあ、立派ですよねこれね。それいいですね。ええー、ありがとうございます。この止めがスじゃなくてうっ、スじゃなくてうっ、スじゃなくてうっていうところが俺のあの男としての男の中の男をね出したくて、これを出した、こう書いたわけですよ。これプレゼントするんですけど、ちょっとあげたくないなっていう自分で気に入ってしまったっていうね。でも大丈夫大丈夫、俺は何回でも書けばいいからねえ。この男道、男道をさ、このラジオでどう表現するかっていうのをさ、やっぱこれからも俺の課題であり宿命なのかなと思うんですよね。あ、もう尺的に大丈夫です。いやいや、また喋らせてください。もう大丈夫です。いや本当にもう大丈夫です。マジか